哲也さんすごいですよね。あのその渋谷のフリーマッサージに関して言えば、もう何年もやってますよね。もう4年です。すごいですね。でも好きなんでしょうね。いや、もう好きなんです。そっちは気になってないんですもんね。あの辛くなってないんですもんね。多分あのボランティア系が俺好きかもしれないです。あー、なんか奉仕活動が好きらしくて、だからあのコンビニ料理とかも普通に一人で行っちゃったりとかできるんだと思います。それは好きだけどライブは向いてないと。ライブはね、もうなんかだから、なんかあの多分エンターテインメントができない人間なんでしょうね。そんなことないと思いますけど、多分やっぱりあれはみんな辛いんじゃないですかね。本当にごくごく稀な人じゃないですか。だってそんな、だってこう1対不特定多数で回すのすごい、うん、晒し続けるっていうのは、かなり消耗する行為だと思いますよ。まあ、確かにそうと思う。リアルタイムだし、だって修正聞かないですからね。聞かないですよね。言っちゃったことは聞かないです。まあ政治家はそれで結構ね、後で謝ったりとかしますけど、いや、しかもそのちょっと3分5分とかだったら、はいはい、あ緊張したけどなんとかやったとかってなりますけど、2時間あるってなると結構きついですよ。もうなんかちょっとぼーっとしてきちゃったりとか、あ、しまったみたいなことも絶対出てくると思うので。そうですよ。なんかいい人ばっかりじゃないですしね。そうです、見に来る人だって、はいはい、ちょっと割に合わない気がします。まあね、ちょっとね、だってその責任とかそのプレッシャーとかの方が大きい、リスクが、リスクがでかいですね。ね、大きいですよね、はい。リスクが全然でかいですね。ね、だから個人でやってるから誰かがね間に入ってくれるわけでもないし。そうですね。はい。おおおお。続けられるってすごいと思います。いや本当に多分ね好きなんでしょうね。好きなんですね。だからそれ自分ですごいとか頑張ろうじゃないんですよね。また行きたいなと思って生きてる感じなんですよね。いやだって私ちょっと人見知りでもあるので。本当ですか。割と実はそうなんです。ちょっとなんか声かけるの苦手です。まあ、知らない人に。どうですかとか言いづらい。でもね、それ俺も一緒ですよ。あ、そうですか。だから立ってるだけなんですよ。あ、そうなんだ。言ってきた人に。そうそうそう。あ、そっかそっか。そうですね。その方がやりやすいですね。いや、本当に。そうなんですよ。もう、できれば家でじっとしてる方が好きなんですよ。ライブ向いてない。家はだから本当にあの落ち着きたい場所なんです。落ち着きたい、そりゃそうですよね。すよ、家はプライベート空間ですからね。それをあの世間にさらそうとする行為自体がだから俺とっては間違ってるんですよね。なんか普段の家さえも落ち着かなくなりそうですよね。そうなんですよ。安住の地がなくなってしまう。そう、なんかかえってなんか残業させられるような感じになっちゃう。気になっちゃいますもんね。でよくあの窓を開けて見せてとか、部屋の中見せてとかね、言うんですよ。怖っ。ダメですよ、やっちゃう。絶対そう、ね、そう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 。ダメです。特定されますもんね。そうそうそう。怖い。そんなこと言う人いるんだ。いや、いるんですよ、いるんですよ。ほんと平気で、お部屋公開してくださいとか、窓は。行っていいですかとか。そう、ま、あの窓開けて見せてくださいとか。そばに何がありますかとか、なんか、ね、やだ、なんかそれ無意識なのか意図的なのか分かんないですけど、分かんないですけどね。いや、もう本当にね、怖い、怖いですよ。ねえ、私なんかやれないっすよ、そういうの。いや、本当やらない方がいいですよ。言えない、言えない。私ちょっと結構ダメです。割と感情的だしダメですね。本当にね、あれはね、ある意味まあ鍛えられますけど、なあ、まあタフになりそうですよね。なんかそのとっさの応用力とかもね。そうです。それが毎日になると、いやー、多分やみますよね。疲れる。本当に。ま
毎日は本当にきついです。きついですよね。しやすいぐらい。よかった。そうそうそう。さらに精進続けます。そうですね。この調子でいけば結構元気になれそうな、はい、いいビジョンが、明るい未来が見えてきた。よかった。よかったですね。よかった。やっぱ元の体力があったり、知らずにやってたわけじゃないから、こうしようってなったら早いんでしょうね。はい。あとやっぱりもうね、先生のアドバイスが的確だったので、あ、やっぱそうだ。まあ、うすうすね、自分でもそうしたいと思ってたのを後押しした感じなんですかね。あ、やっぱそうだねって、わかりましたもん、やっぱり、ね。もうすぐその日からもう、買いました。いや、でも本当それがいいですよ。じゃなかったら帰りメロンソーダ飲んでましたよ、ね、それ甘いのはあんま良くないですからね。甘いのだからもうやめたんですよ、本当に。なるべく缶のメロンソーダとか多分栄養1個前だ。いや、なんかあの緑色がちょっと綺麗だから飲みたくなっちゃう。あ、そうなんですね。めっちゃ人工物って感じですよね。この世のものじゃないですよね。子供好きですけどね、緑になりますよね、ベロが。この世の自然のものじゃないですから、そう、不自然の塊ですよ、あの、あと乳製品を極力取らないようにしてますね。動物性脂肪が良くないって言いますもんね。そう、多分乳製品は俺あんま合わないんだろうな。あ、そうそうそう、合う人合わない人がいるんですよね、そうそうそう、みんながダメなわけじゃないんだけど、あの、まあ、本来ね、あの乳っていうのはね、赤ちゃんのものですからね、はい、大人がね、なんか日本人はあんまりそれで食べる習慣、なんか牛乳、もともとそんなにね、なかったみたいなんですよね。だから体にその消化酵素が大人になったらない人が多いみたいです。6割ぐらいはないらしいので、はい、あんまり取ってるとね、なんか腸が黒くなるとかなんか聞くことあります。コーヒー飲んで牛が黒くなると同じですか。なんだろう、蓄積しちゃうって感じになるのかな、そのうまく消化できないから、なんかどういう理由なのか分かんないですけど、とりあえずなんかその大腸の権威の医者が言ってたらしいです、まあ、こんなこと言うとあんまり良くないかもしれないですけど、なんか大腸がんとか見るじゃないですか、はい、乳製品取ってる人が多いらしいんですよね。で、結構こう腸が黒くなってるって、はい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 、まあ、なんかだから、まあ、合う人はね、いいんでしょうけど、酵素持ってない人だから、酵素持ってない人が取るっていうのはやっぱりリスクになってしまうって感じですかね。チーズとかもね、もともと日本人食べてなかったですからね、はいはい、多分体が受け付けないというか、はい、うまく消化できないってところなんですかね。あとチーズってやっぱりあの、匂いが出るんですよ、体から。ああ、はいはいはい、はい、だからチーズばっかり食べてる人、あの、例えばあの外国人の人で、やっぱりそれ体臭として出てくる。で、まあね、確かに動物性脂肪ってその匂いが出てくるっていうのは言いますね。食べ物でやっぱり体臭出てくるんで、うん、あると思う、そうですね。だから本当にやめました。なるほどね。まあ人に接するお仕事ですしね、はい、ちょっとあんまりね、匂いがっていうのはちょっと良くないですもんね。はい、その土地その土地その人その人に合った食べ物ってありますからね。そうですね。ピザ大好きなんですけどね。そうそうそう、好きと合うはね、必ずしも一致しないですからね。食べたいけど合わないっていうことはありますね。
ピザ美味しいっすよ。まあ美味しいですよね。あの塩糖紙ですよね、はい、塩気と糖と油があるものは美味しいっすよね、はいはい、でも良くないんですよね、体にね。まあもっと半年に1回くらいでいいっすね。うわぁ、凝ってますね、はい、すごいわ。最初に出てきた感じです。はい、そうこれ硬いとこは硬いですか。硬いとこ硬い。気持ちいい。左の方がね硬いですよね。ああ。昨日いっぱいゴミ袋持ってました。そうそう。多分そういうのでちょっとやっぱり左右同じようにできないですからね。多分ちょっと左右差が出る凝り方しちゃいますね。疲労の疲れが出てると思います。出てるでしょうね。まあだってこう夜で歩くだけでもね、結構ね、体に疲労が残りやすいですからね、やっぱり朝までの睡眠時間も削られちゃいますしね。仰向けにお願いします、はい、ありがとうございました。来月よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。哲也さんもチャンネルをやっております。サーサーセラピスト哲也で元気な体でどんどんやっていきますの で、ね、よろしくお願いします。安心してフリーマッサージも受けに来てください。渋谷でね、はい、やってますの で、 やってるんですよ、ね、よろしくお願いします。よかったら見てください、はい、では See you。 See you。 あ、グッドボタンとお気に入りましたらチャンネル登録かグッドボタンお願いします。お願いします。See you。 See you。